どうも桜井徹です。アウターワイルズ続きをやっていきたいと思います。さて、前回灰の双子星でちょっと進展が見られました。今回はどんな発見があるんでしょうか。野前が超新星爆発を起こしたというか、超新星爆発の実験というか、太陽を爆発させようとしてた。その爆発させる前に野前自体は全滅しちゃったんだけどね。そんなこんなで野前さんが、あれ、ここか。ほっ残してくれた迷惑な実験の後始末ができるのか、果たしてどうなんでしょう。あれか、太陽ステーション。この探査機では行けないのかな、あそこって。もしかして、探査機が途中で燃えちゃうとかね、そういうのがあるのかもしれない。あれだ、太陽の周りに回っている太陽ステーション。今回はこっちの星にフォーカスするか。ここ入れないんだったな、確か。上からは入れないね、この星。この星というか、この塔。しばらくどうせ何も見れないんだったら、ここをもうちょい見るか。見るもんないと思うんだよな、もう。細かくね、見落としている何かしらはあるだろうけど。この中行く？よいしょ。もううまくいったい。ここでいいか。なんかうまくいかんな。よし、こんなもんやろ。全然違う。なんか曲がりくねって終わったな。さて、太陽の秋町。ああ、こっちサボテンで進めなかったところをもう直接私入ったんだ。オッケー。シャトルは現在水星に停泊している。シャトルを呼び戻す。重力砲起動。シャトルを呼び戻す。うっ、これシャトルって、シャトルを呼び戻したよ。野前の船、非常事態にあるのではないかと不安なの。フォークと私はこの星系に入ってからすぐ水星に着陸した。シャトルの設備が奇妙なエナジー反応をキャッチした。地表下のどこかから反応が来ている。
パイとポークは水星の太陽側、氷の表面に裂け目があるのを見つけ、エナジー反応の源を調査するためにそこから下ってきた。でもパイと姉が出てからしばらく時間が経った。地表界を降りて以来何の連絡もよこさない。シャトルを出て探しに行くべき指示に従いたいけど、彼女たちがトラブルに巻き込まれていたらどうすべきか。ポーク、パイ、無事に戻ってきてちょうだい。そうですか。探索しに行ったんだ。お、え、これって俺が操作できんの？どこ？どういうこと？お、あ、発信した。ごめん、操作が全然わからん。あ、これで戻ってくるのね、勝手に。これでどこに行くの？船が出たはいいが、どこに行くの？ん？あの、灰の双子星の軌道上にはいるな。どういうことや？まあ、それは戻ろう。これで戻ってこれると。ああ、それは分かった。ああ、もうよく分かんないけど分かった。どうしよう。あ、違うのだ。違うのだよ。登りたいわけではない。そして私の船はもうボロボロだ。軌道砲を発射してみよう。えい、やーた。えい、やーた。発車した。あー、あ、おおおお、俺も発車してしもうだ。ちょっと待って、それはいかん。一応逆進ロケットしてみるけど、これ太陽の裏側行くだろう。だから俺は今、いや、あえ近づいた方がいい。これはやってしまったやつちゃうか。少しでも近づいてんのかな。近づいてない。衛星軌道の方が早い。燃料持たんだろこれ。燃料 50%。 あー、きつい。やっぱり宇宙船とは明らかにパワーが違う。これはもうダメだな。こんな気分なんだ、宇宙に投げ出されると。よし、もういっそのこと太陽に向かって行こう。ジュッて。なんか光ってんな、あれなんだろう。酸素もないし、終わってんな。燃料危険レベル、そうだね。
もう何もできなくなる。もう切れるな、燃料が。切れた。推進剤として酸素をしよう。いいよ、酸素ガンガン使おう。太陽が近い、太陽が近い、太陽が近い、太陽が近い。上手に焼けましたじゃないわ。なるほど、の前の船を発見してしまったな。でどうやら太陽ステーションの外にいると焼けるようだね。やっぱり熱に耐えられないっぽいです。さっきもあれだね、超新星爆発の前に亡くなったもんな。さっきってか前の動画で。オッケー、どうせこの砂の方はまだ探索できないからこっちになるんですよね。さっき予想外に壊れちゃったね。ここになんかエネルギーがやっぱ集約してるように見える。なんとかしてこれ見れないかな。てか一回見たんかな俺。あれ、えらいことあって。見たことない気がするんだけど、お、ちょっと待ってね。ここは多分見てなさそう。どこから入れるの？それが問題だ。そこではないんだよな。どうするか。これ俺やっちゃってやっちゃうか。うわ危な。どうやったら開くんだっけ。閉鎖します。
閉鎖されちゃってもな。太陽なき町からの通路からしか入れません。太陽なき町から、通路しかありません。ということは太陽なき町に行きゃ通路があるってことか。ちょっとまた脱線するかもしれんけど、行ってみるか。あの研究所に入りたい。それか入ったことがあるのかもしれない。あれ、俺これ前さ、なんかやらんかった？入れなかったんだよな、確か。物質があるな。入れないやん。絶対入れないやん。この探査機で理解する。絶対入れないであろうと。どうしたもんか。まあ多分無理なんだろうな。あの幽霊物質注文をなんとかしないと、ここは絶対通れない。で、太陽なき町からしか入れないっていうなら入れないんだな、今のところ。もしかしたら今後対策があるかもしれないけど、太陽なき町が下の方にあったから、下の方にワンチャンこの入り口なんてものがないよね。さあ、じゃあもう一個の星に行こうか。クリックという名の試着やな。あー、もうさっきからこんなん繰り返しばっか。ちゃんと着陸画面見りゃいい、だけの話や。なんか偉くなってるぞ。おいっちゃ、よし。入り口どっちだ。オッケー。さあ、ここからだ。バイタルでかっ。
危ねえ。ここが一番むずい。よし行こう。これ待ってたらいいんだよ。上に太陽ステーションが来たタイミングで。そうなのな。よし来た。ここは太陽の近くだ。よし、これ急がんと体温がどんどん上がってんじゃん。多分で、ここでさっきあれを見つけたんだよ。あった、の前の像。これは別に関係ないんだな。見なくてもいいものか。オッケー、急ごう。なんだかすごいな、の前の像。恒星はライフサイクルの終焉に達し、赤色巨星の段階に近づきつつある。警告、太陽ステーションから退避せよ。恒星の膨張により太陽ステーションが破壊されるまで推定時間1分10秒、恒星の死までの推定時間12分40秒。じゃあもう破壊されるやん。何があった？太陽ステーションが発射しなかったのか？発射したはやろう。でも失敗だったの。太陽はわずかに反応した。ごくわずかの表面レベルの変化があったけど、第3の目で見てもほとんどわからないくらいだった。太陽ステーションは役立たずよ。この先どう頑張っても太陽を爆発させることはできない。次は何が起きるのかわからないわ。もう一度やり直さなくちゃいけないんだろうけど、どうやってやり直せばいいのかわからない。とにかく灰の双子星に戻ろう。少し仕事を変えるのもいいかもしれない。スパイヤーがこの星系に近づいてくる彗星を見つけたんだ。俺たちが興味を持ちそうなやつを。辛いだろうね。君がどれほど力を尽くしてきたかみんな知ってる。何か力になれればいいんだが、大丈夫かい？イデアイはどう？俺たちは大丈夫だ。やろう。この状況で推定できる程度にはがっかりはしてるけどね。僕は太陽の爆破には賛成しなかったけど、失敗は望んでなかった。ただこの恐ろしい仕事が終わることを願ってたんだ。失敗したのか。2箇所動いてるな。なるほど。じゃあ一応失敗したようだという感じになってるんだ。なんか意味深だな。なんだこの絵。何を計りにかけてるんだ。ノマイだよね、あれは。ノマイ的には失敗したという結論になってる。熱い。熱すぎる。多分これで太陽ステーションは見た。全部の前は実験をしたけれども失敗した
ていう流れになったんだ。多分その時には失敗したけれども、後々になって超新星爆発、そのノマイが影響したかどうかは別として起こってるので、まあそのノマイの技術力を使えば超新星爆発を起こすとこまでは行ってるのであれば、その技術力を使って超新星爆発を起こさない方に何か働きかけができるのかもしれない。はい、ただ次どこの星行こう、これまでにヒントあったかな。はい、もしなんかヒント桜井が取りこぼしてる文言とか忘れてる文言あったらコメントとかに書いてくれると次の星の、指標になります。はい、手伝ってください。はい、あ、攻略情報載せてって言ってるわけじゃないよ、うん、今まで見てきた中で桜井が忘れてるであろう情報があれば教えてください。はい、というわけでここで一旦区切りたいと思います。超新星爆発の真相がちらっと見えたのかなと思います。まあとりあえず目的としては、目標としては超新星爆発を防いでみんなの命を救いたいよね。はい、今日もやってまいりましたマシュマロチャレンジ。美味しく焼けるって一体何なんだろうか。煙は出るんだよな、程よく。うん、こう煙が出てるんだよ。こんなもんでどうです。うんちょんちょ言ってますけど、このまま食ったらどうなんです。もうちょい焼いてみるか。アプローとかうっちょうっちょだけっちゅうのかな。もうちょいもうちょいか。これでどう？ん？もうちょい焼く。うまいとかさ、なんかあるっしょ。もう、とかでもいいよ。美味しい表現みたいなのして。はい、じゃあというわけで今回のマシュマロチャレンジよくわかりませんでした。はい、ご視聴ありがとうございました。またよかったら続きも見に来てくださいね。ではでは。